シクステン・イエルンベリは、スウェーデン、ダーラナ県、マールン出身の元クロスカントリースキー選手。1950年代から1960年代に、国際大会で活躍、3度の冬季オリンピックで4つの金メダルを含む9個のメダルを獲得した。棒高飛びで、オリンピックに2度出場したインゲマル・イエルンベリは多い。イエルンベリはその他船素振りで知られている。 スウェーデン代表チームの合宿は彼にとって休暇のようなものであった。自身には過酷なトレーニングを課し、例えば合宿所から 100km も離れたところに車を止めでそこまでスキーで往復といったことを行った。また、一日たりともトレーニングを休むことを前死としなかった。ある大会では発熱し、吐血しながらも 50km のレースでゴールしてみせた。レースでのモットーは、 全力でスタートし、全力で加速する。この非常識なトレーニングにより後のスウェーデンチームの選手の基準が決定された。後のオリンピックメダリスト軍デスバンは自身のトレーニングにイェルンベリの方法を取り入れたと語った。イェルンベリは自分の肉体に不満を持って自らいじめ抜いたようだ。自国開催の1954年、ノルディックスキー世界選手権で 15km7 位。 30km4 位、リレーで、銅メダルとなり、同年のホルメンコーレンスキー大会 15km で、優勝した。1956年コルチナ断ッツオ,オリンピック、では 50km 金、15km と 30km で、銀、リレーで銅と出場した4種目すべてでメダルを獲得。この功績により、同年スベンスコドッグブロドットゴールドメダルを授与された。 1958年、ノルディックスキー世界選手権では 50km と、リレーで、金メダル 30km で、銅メダル 15km で4位と、活躍。1960年スコーバレーオリンピックでは 30km で、金メダル 15km で、銀メダルを獲得した他リレー4位、50km5 位となった。同年、ホルメンコーレンメダルを受賞。 1962年、ノルディックスキー世界選手権では 50km とリレーで金メダルを獲得し2冠、30km では10位となった。3度目のオリンピックとなった1964年、インスブルックオリンピックでも 50km とリレーで金メダルの2冠、15km で銅メダル 30km で5位となった。その他、 バーサロペットでは1955年と1960年の2度優勝。1965年には IOC からノルディックスキーへの貢献に対してモハメット・トヒーア・トロフィーが授与された。1964年には彼の名を冠したシュクステニー・エルンベリ賞が創設された。スウェーデンスキーで延命、スウェーデン選手権主催者、記者によりそのシーズン最も優秀な クロスカントリースキー選手が毎年選出される。2012年7月14日、病気のため、ダーラナ県の病院で死去。83歳ボーツ。ありがとうございます。